補助犬の日の5月22日水曜日朝6時半の日本海は風はないですね。海にはまだいい感じのうねりは残っていますが、インサイド気味に割れてますね。こちらも無風でいい感じのうねりは入ってきますが、ここまで伸びてインサイドブレイク、もうちょっとアウトで割れてくれたらといつもこっちで思います。気温は16度ぐらいです。最近としては肌寒い感じがしますね。海にはおーいい感じのうねりが、これ今最大のセットぐらいかな。あーでも伸びてここで割れてしまいますね。今日終日どんな感じですかね。